ワロップス飛行施設は、バージニア州東部海岸に位置する施設。ワロップス島とその周辺にまたがって存在する。NASA のゴダード宇宙飛行センターに運用されており、主に NASA や、その他のアメリカ政府組織によって、科学と実験のミッションを支える車上として利用されている。ワロップス飛行施設には、多種多様な観測ロケット、小型の使い切り型弾道、軌道ロケット、 科学機材を積んだ高高度気球などの運用を支えるために広い計測車上を持ち無人航空機を含む研究用航空機の研究空港としても使われる1945年の設立以来これまでに1万6000機以上がワロップスで打ち上げられている WFF の車上はアメリカ海洋大気庁の科学ミッションに使われ外国政府やその他の事業者等も利用する また、チェサピーク湾近郊のバージニア岬の区域でのアメリカ合衆国海軍の航空機や関西電子装置、関西兵器体系の開発試験や演習を支えている。固定位置の機具類に加えて WFF 車上は展開可能なモバイルレーダー、テレメーター受信機、コマンド送信装置などで打ち上げをサポートしている。これらは世界中に配置可能で、 他に、景気のない場所での一時的に車上と同じような、管制区域の設置に利用され、安全確保、遠隔地からの弾道ロケット支援、操作のためのデータ収集などに利用される。モバイル車上は、両極地域、南アメリカ、アフリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、海などからのロケット打ち上げの支援にも使われている。ワロップスでは1000人の NASA 職員と、受け負い業者、 三十人の海軍兵員、百人のノア職員などが働いているワロップス飛行施設、二千十年、0九百四十五年、NASA の先行的組織であった連邦航空諮問委員会がラングレー研究所の管理下ではロップス島にロケット車場を設立した。この車場は無人航空機研究所と呼ばれ、飛行関連の研究で風洞と調査実験所を補助するため、 高速空気力学の研究を行った。1958年には NASA が設立され、NASA は中の施設やセンターを吸収していった。これには、ラングレー研究所も含まれており、この時、無人航空機研究所は、ワロップス基地として分離した施設になり、NASA の本部に直接運用されるようになった。1959年、NASA は、 以前のチンコティーグ海軍航空基地を取得し、工学的、管理的活動は、この場所に移動した。1974年、ワロップス基地は、ワロップス飛行センターと名前を変え、さらに1981年には、現在のワロップス飛行施設に変わり、同時に、ゴダード宇宙飛行センターの一部となった。ワロップスでの研究の初期にはアオンソクから、 戦音速域での空気力学データの収集のために研究が行われた。1959年から1961年にかけては、マーキュリー計画のカプセルがワロップスで試験され、ケープカナベラル空軍基地から宇宙飛行士が打ち上げられるまで NASA の有人宇宙飛行計画を支えた。マーキュリー宇宙船の脱出、回収システム、生命維持装置や、 飛行的覚性の確認のために設計されたリトル城なども打ち上げられた。また、赤毛猿のサムとサム夫人は宇宙飛行士の先駆けとしてワロップス飛行施設から高高度に送られ、両方ともが無事に回収された。1945年以来、ワロップス試験車場は飛行機や打ち上げ機の飛行特性の情報の採取、あるいは地球の上層大気や 近宇宙環境の知識を高めるために1万4000の研究機を打ち上げている。打ち上げ機は様々な大きさ、出力であり、気象観測用のロキから衛星打ち上げ能力のあるものまで打ち上げられている。ワロップス飛行施設のメインベースはバージニア州のデルマーバ半島にある。おおよそノーフォークから1 4 0トル北であり、ソールズベリーから6 4トル南東である。 メインベース、本土側車場、ワロップス島車場の3つのそれぞれ独立した区画を持ち、合計25平方キロメートルの広さを持つ。本土側車場とワロップス島車場はメインベースから11キロメートル南東に存在する。ワロップスは航空管制官に資格を与えられた管制空域を連邦航空局と共同で運営している。 完成区域は以下のようになっている。主なワロップスの施設には、連邦航空局が保証した無人航空機実験滑走路があり、墜落、火災、救助サービスも行っている。ワロップス飛行施設には、レセプト、点検、組み立て、チェックアウト、ロケットモーターと他のパイロテクニクス製品の貯蔵などのための施設がある。 またワロップス等の車上には6カ所の車点と3つの発射管制等があり、組み立て施設で弾道ロケットや打ち上げ機の準備と打ち上げを支援する。ワロップス飛行施設と距離ワロップス研究車上は地上基地とモバイル管制、車上コントロールセンターなどで運用され、レーダー装置とシステムは追跡と監視に利用される。テレメトリー装置には様々なアンテナ、 レシーバー、表示形式システムなどが含まれる。コマンドアップリンクと、高額追跡設備は、車上の一部に含まれ、発射支援、監視、打ち上げ後の分析、プロジェクト文書、管理文書、環境研究用アーカイブのためにスチルカメラや、ハイスピードのビデオカメラのシステムの運用なども、提供される。加えて、打ち上げ、飛行、テスト操作などの支援に、 様々な航路音声、ビデオ、データなどの通信システム、通信装置が存在する。研究空港はメインベースに位置している。3本の滑走路と2本の誘導路、3カ所のランプ、1カ所の危険貨物積載所などが運用されている。2つのランプは2カ所の格納庫に隣接しており、もう1カ所のランプは墜落火再救助用の建物の近くにある。 研究滑走路は滑走路研究計画のために、様々な素材、様々な表面状態の試験書を持っている、気象観測と予報は、車上や飛行場の運用など、施設全体の安全な運用に、重要な意味を持っているために力が入れられている。ワロップス気象サービスは気球に乗せたセンサーで、科学的データを収集が可能であり、上層大気と磁気現象の増加の予報を行っている。 また S バンドドップラーレーダーシステム、スパンダーで大気の変化を観測している。スパンダーは18メートルパラボラアンテナで、海風前線、突風前線、晴天乱気流などによる大気の屈折率の小さな変化を検出できる。また、6万キロメートル上空の標的の明確な観測ができ、距離10キロメートルでも3ミリメートルの雨粒の検出でき、 一立方メートルあたり一グラム単位で水分量を測定できる能力を持つ。モバイル感制は世界各地に展開されている。モバイル車上の景気装置にはテレメトリー、レーダー、指令、発電システムなどが含まれる。これらの資産は既存の範囲での景気の補足、一時的な安全確保、遠隔地で景気のない場所でデータ収集を支援するための 車上管制域設立などに必要に応じて利用される。これらの補足システムは世界中で完全な管制能力を提供する。ワロップス島は車上サービスの主要地区になっているが、観測ロケットキャンペーンはポーカーフラット車上、アンドやロケット発車場、クエゼリン車場などで支援されている。バルーン計画や気象研究ミッションでは、 遠隔地での車上サービスを必要とする。ワロップスのモバイルケーキ装置は NASA とアメリカ国防総省のネットワークに組み込まれており、ロケット打ち上げを支援する、完成域設立の補足に利用できる。左は開発中の LCT2 の初期型ハードウェア、UZ は現在の手動の飛行安全システムと開発中の AFS の比較図2001年以降、 ワロップス飛行施設のエンジニアは新しい車上技術やシステムを開発しているほか得られた予算と計画スケジュールの制約下での飛行テスト活動と打ち上げでのコストと反応性の改善のための取り組みなどを行っており自動飛行安全システムと低コスト TDRSS 無線通信の2つの車上技術の開発計画を主導しているアフスは自律的 オンボードシステムの開発計画であり、これは伝統的な地上指令の車上安全飛行完了システムを補足、あるいは置き換える計画である。アフスは軌道の監視のために余剰センサーと打ち上げ機のオンボードプロセッサーを使い、飛行の終了にはロケット発射の軌道のみで済むようにするとしている。LTC には打ち上げ機が水平飛行に達した後、 NASA の TDRSS を通して更新を行える低コストの無線通信機を生産する計画であり LTC にはケネディ宇宙センターと協力して宇宙配備型の車上通信実証認証計画の一部として進められている。ワロップス飛行施設は主に観測ロケット、科学気球、航空機、車上とミッション運営、小型打ち上げ機研究、 ミッション計画などの研究を行っている。また、これらの分野や、航空力学システム試験、スペースシャトル打ち上げの射場支援システム、教育普及活動などにおいて、NASA のミッション本部を支援しており、科学ミッション本部が、地球科学、太陽系の探査、宇宙分野、太陽系分野を、探査ミッション本部が、コンステレーションシステム、探査システム研究、 人間システムの研究を、航空ミッション本部が、航空技術を、宇宙運用ミッション本部が、国際宇宙、ステーション、スペースシャトル、フライトサポートなどを行っている。想定される未来の車上構成1998年、バージニア商業宇宙飛行局は、NASA から土地を借り上げ、ワロップス島に、中部大西洋地域宇宙基地を建設した。 2006年12月には、この基地から初の打ち上げが行われている。ワロップス飛行施設の NASA ビジターセンターはロップスのビジターセンターは様々な実践展示や毎週の教育活動を主催しており、NASA の研究者や科学者によって設計され利用される技術について子供が調べて学ぶことができるようにしている。加えて月1回土曜日に NASA は モデルロケット愛好家が、各々ののロケットを、ロケット車上から打ち上げることを認めて招待している。NASA の職員も参加して、様々なモデルロケットを打ち上げ、宇宙機の役割について説明している。公式ウェブサイトでは観測ロケットの打ち上げスケジュールが、公開されている。長年、ワロップス飛行施設は、ムシップ計画の本部として使われている。ムシップは、 NASA 学生関与計画の略称であり、サブ1000や1000と呼ばれる教育計画があった。サブ1000では、オエーオン2単弾ロケットに組み込まれる4つの実験のうち1つの計画を、1000では、スペースシャトルミッションの飛行中に行われる実験の計画を、それぞれ学生が行うものであった。それぞれの計画に4つの高校から各4人の学生と1人の教師、 合計16人の学生と4人の教師が受け入れられ、実験や施設についての学習などを行い、現在ホリデー院となっているマリナーモーテルに宿泊し、ワロップス飛行施設で1週間過ごした。これは、NASA 側の全額負担で行われていたが、ムシップ計画全体に対する大統領命令と予算削減で現在、1000とサブ1000の両方が停止されている。 2014年10月28日、シグナス CRS オーブマイナス3を搭載したアンタレスが故障して、打ち上げ直後にペイロード諸トも指令破壊され、中部大西洋地域宇宙基地の霊影車店が損傷した。その後、2015年9月末まで修理が行われた。ワロップス飛行施設は次のような組織と協定を結んでいる。ありがとうございます。